サマソニ2024大機、ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスに熱狂。ビアボール片手に最高の夏の思い出を刻む、感動と興奮が止まらない。友人との絆も深まった一日。サマソニーの会場に足を踏み入れた瞬間、空気が一変した。熱気と期待、そして少しの不安が入り混じった空気が肌に触れる。友人と共に楽しみにしていたビアボールを手にし、会場の中央に向かう。 眩しい太陽の光がすべてを明るく照らし出し、そこにいるすべての人々の顔を笑顔で輝かせる。その場の雰囲気はまさに夏そのものであり、誰もがその瞬間を存分に楽しむことを求めていた。私はこの日をずっと楽しみにしていた。特に、ナンバーアンダーライン愛のステージは絶対に見逃せないものだった。以前から彼らのファンであり、彼らの音楽が私に与えてくれるエネルギーと感動は言葉にできないほどだ。 ステージに向かう途中、他のファンたちも同じように興奮しているのがわかる。あちこちで、平野くんを見れるなんて夢のようだ、という声が聞こえ、私も胸が高鳴る。ビアボールを一口飲みながら、友人と笑い合う。この一瞬、この場所、そしてこの音楽、すべてが完璧に感じられる。しかし、この完璧な瞬間を完全に楽しむためには、いくつかの小さな犠牲も必要だ。 例えば、この灼熱の太陽の下でアルコールを飲むことがどれほど危険かを考えなければならない。暑さが厳しいこの日、私はアルコールを控えることにしたが、それでも友人たちは我慢できずにビアボールを楽しんでいる。そんな彼らを見て、私は少しだけ羨ましく感じるが、同時に自分の選択が正しいと思える。ステージに到着すると、ナンバーアンダーラインイの音楽が流れ始める。 彼らのパフォーマンスは期待通りで、まさに圧巻だった。翔くんが、太陽の塔が大きい、と叫ぶ声が聞こえ、私たち観客もその感動を共有する。彼の言葉は単なるコメントではなく、この特別な瞬間を一緒に共有している証拠だ。スクリーンに映る彼らの姿、特に仁くんの汗で濡れた襟足の髪が映し出されると、私たちはその努力と情熱を感じ取ることができた。 ステージが終わりに近づくにつれて、私はこの瞬間を忘れたくないと強く感じる。終演間際、静かに輝くビアボルが手に残る。友人たちと一緒に、再びこの場所に戻りたいと思いながら、その光景を心に焼き付ける。彼らの音楽は私たちにとって、ただの音楽以上のものであり、共に過ごした時間や経験がその価値をさらに高めてくれる。イベントが終わり、 私たちは休憩所で再びビアボールを楽しむ。偶然出会った友人がビアボール T シャツを着ていたのを見て、私も思わず購入してしまう。その T シャツは、まるでこの特別な日を象徴するアイテムのように思えた。そして、それを着ることで、この素晴らしい体験が永遠に私の一部になるような気がした。夏フェスの醍醐味は、もちろん音楽そのものにあるが、それ以上にその場の雰囲気、人々との交流、 そして何よりも自分自身との対話にあると感じる。私はこの日、ビアボールを通じて、新たな仲間や友人と出会い、彼らとの絆を深めることができた。それは、ただのイベント参加ではなく、人生の中で特別な一日となる瞬間だった。ステージから離れるとき、私は振り返り、その場をもう一度見つめる。広がる風景と、そこに集まった数え切れないほどのファンたちの姿が、 私の心に深く刻まれる。サマソニーはただの音楽フェスではなく、私たち一人一人が共有する一つの物語だ。友人たちとの笑い声、ステージでのパフォーマンス、そしてその瞬間に感じたすべての感情が一つになり、忘れられない思い出として残る。私たちは休憩所で再び集まり、これまでの体験を語り合う。ビアボール T シャツを手に入れた友人が、それを嬉しそうに見せびらかす姿が微笑ましい。 彼女にとっても、この日が特別な一日であることは間違いない。みんなが口々に、来年もまた来ようと言い始める。私たちは、サマソニーが私たちを引き寄せる力を持っていることを感じる。それはただ音楽を聴くだけではなく、共に過ごす時間や、その中で育まれる友情が重要なのだ。フェスティバルの魅力は、まさにこの一体感にある。一瞬でつながる他人同士、 言葉を超えて共有する感動。これは日常生活ではなかなか味わえないものだ。音楽が私たちを一つにし、共通の体験を通じて新たな絆が生まれる。ナンバーアンダーライン愛のステージで感じたエネルギーや、翔君の一言に共鳴した瞬間が、私たちをつなぐ糸となっている。日が沈み始めると、フェス会場の雰囲気も少しずつ変わっていく。空がオレンジ色に染まり、暑さも和らいできた。 私たちはビアボールの残りを楽しみながら、次のアーティストを待ちわびる。その間、私たちはこれまでの人生の中で一番心に残ったライブ体験について語り合う。友人の一人が語った、初めて行ったライブでの感動は、まるで昨日のことのように鮮明だ。彼女がその時間自た喜びと興奮は、今でも彼女の中で生き続けている。それは音楽がもたらす力だ。私は、 ふと自分の初ライブを思い出す。それはあまり大きな会場ではなかったが、私にとっては特別な瞬間だった。ステージ上のアーティストが私の目の前で生き生きとパフォーマンスをしている姿に、私は心を奪われた。その瞬間から、音楽は私にとって単なる娯楽ではなく、心の支えとなった。それから私は、できるだけ多くのライブに足を運び、 音楽を通じて自分自身を表現する方法を見つけるようになった。サマソニのような大規模なフェスティバルでは、そうした個々の音楽体験が何千何万と集まり、大きなうねりとなる。それぞれの人が持つ思い出や感情が融合し、一つの巨大なエネルギーとなって会場全体を包み込むのだ。そして、そのエネルギーはアーティストに伝わり、彼らのパフォーマンスにさらなる力を与える。まるで循環するかのように、 私たちとアーティストの間には強い絆が生まれる。夜が更け、フェスティバルも終わりに近づくと、私たちは少しの寂しさを感じる。それは、この特別な時間が終わってしまうことへの名残惜しさだ。しかし、同時に私はこの一日が私に与えてくれた多くのことに感謝している。この日の思い出は、日常生活の中で私を支え、元気づけてくれるだろう。そして、来年のサマソニでも、 また新たた新な思思いい出を作りたいと強く思う車に乗り込み、会場を後にする途中、友人たちとの会話が途切れることはない。私たちはこの日を振り返り、笑い合い、そして来年の計画を立てる。次はどのアーティストを見たいか、どんな新しい体験をしたいか、すでに話題は尽きない。サマソニーは、ただの一日ではなく、一つのライフスタイルの一部であり、私たちにとって欠かせないものとなっている。 最後に、この記事を読んでいる皆さんに問いたい。あなたにとって音楽フェスティバルは何を意味しますかそれはただの娯楽なのかそれとも人生において重要な役割を果たすものなのかまた、次のフェスティバルでどんな瞬間を楽しみたいと感じていますかあなたの音楽に対する情熱や、フェスティバルでの思い出を共有することで、他の人々とも新たなつながりを見つけることができるかもしれません。 音楽は私たちを一つにし、共通の体験を通じて心を豊かにしてくれるものです。だからこそ、次のフェスティバルでは、自分自身を解放し、心の底から楽しんでみてください。それがあなたの人生にとって忘れられない瞬間となることでしょう。このような体験は、ただ単に楽しむだけではなく、私たちに多くのことを教えてくれる。例えば、暑さの中での自分の体調管理の大切さ。 友人との協力の大切さ、そして何よりも自分自身を楽しませる力だ。私たちは日常生活の中で、ついつい自分自身を犠牲にしてしまうことが多いが、このようなイベントでは、ただ純粋に楽しむことが求められる。そして、その楽しさが私たちにとってのエネルギー源となり、日々の生活に活力を与えてくれる。最後に、今回のサマソニーで得た経験や感じたことを忘れないために、 私はこの瞬間を心に深く刻んでおきたい。特に、友人たちと一緒に過ごした時間、ビアボールを片手に感じた風、そしてナンバーアンダーライン愛の音楽が私に与えてくれた感動を忘れずに、これからも自分自身を大切にしながら、日々を楽しんでいきたいと思う。この記事を読んでいるあなたは、次の夏フェスに参加する計画がありますかもしそうなら、どのアーティストを楽しみにしていますかまた、 このようなイベントでどのような瞬間を楽しみたいと感じていますかぜひあなたの考えや期待を聞かせてくださいそれがあなた自身の夏をより特別なものにするための第一歩になるかもしれません